ファンネルがお送りするファークライ6続きをやっていきます。今回メインミッションやっていきます。で、まあ、詳細の方は、まあ、場所はここですね。で、革命ミッション退治、なんだっけ、エンジニアだっけ、本当は副官を、倒しに行こうっていう話だったんだけど、どうやらその必要はないと、なんかそのなんだ、エンジニア的な人をなんか倒そうっていう感じです。多分ね、確かね。写真を確認。給水塔のとこで待ってるっつったから、まあまず行きましょう。こんな、ちょっと待ってね。しまう。で、私今乗ってるヘリなんですけど、かなり便利なヘリなので、あれ、給水塔の上に止まっちまうか。見ててね。ここですね。下が見えねえ。よし、オッケー。あ、ムービーになっちゃうんだ。あんな安定しないところに止めちゃったんだ、私上に。偵察してるね。これ多分ジップラインで攻め込むんだな。やつを追ってる理由は何なんだ。あいつはビビロ生成用のタバコの葉を全部チェックしてる。やつを消せば葉っぱの納品はできない。しのぎを潰された小さなナポレオンはアントンおじさんの前で大恥をかく。これどう攻め込む。やつを見つけるまで兵士を殺す。それでもっと兵士を殺す。シンプルだ。気に入った。気に入ったんだ。ちょっと装備変えていいですか。私廃品あさり装備とか結構装備してたんで、ちょっと待ってね。防具を、まあ顔はテイクダウンすると付近の敵がマーキングされるとか、まあいろいろ入手したんで、動画外で。どうしよう。まあ防御力上げていった方が良さそうだよね。対鉄鋼弾。で、ズボンは、どうしよっかな。ポイズン。ああ、ポイズンね。全体的に、毒よりも、鉄鋼弾上げていくか。今回は。でも靴は防御力アップあったっけ？リロード中の移動速度が上昇。毒状態になると移動速度上昇。毒やってくるやついたらね。まあ、グローブは火ついたら、自動的に消えるっていうのが便利なんで、これにしときましょう。じゃ、これでいいかな。で、まあ、武器は一応ライフル。これ、静かに敵を葬り去るための、やつにしてありますんで、三つ目がライトマシンガンで、これビークル破壊用にしてます。なんだっけ、炸裂弾かな、装備してます。で、これはショットガンなんですが、まあ、動物現れた時用だったので、これは変えていこうか。グレーラン、ロケランでもいいんだが、結構面白い武器取ったので、ね、この、EMP の、弾を発射できるみたいなやつとか、こっちかな、なんか強そうなの。ランチャー系の武器なんだけど、でもこれより、どうすっかな、火炎放射。まあ、スナイパーライフルにしとくか、一応。まあ、多分戦場でも武器変えられるんで、よし。これ、おお。先に行っちゃったエスパーだ。私も行きまーす。偵察終わってねえけどな。外す。よいしょ。まだこっから入んないと始まんないんだね。ちょっと待ってね。赤外線。スナイパー上からやっちゃえばよかったな。結構スナイパーいない？ちょっと待ってね。やべ、こっから見えない。この、まだ入ってないから、この辺から、スナイパーやってバレたらまあ動くみたいなんでいいかもしれん。しゃがむんじゃねえよと。よいしょ。で、もう一人のスナイピーもこっから多分当たるとは思うんだけど、動かないで。やべ。気づかれたな。逃げられた。なんであっち行った？よし、危ねえ。よかった、あいつアホで。あっち側にもなんかスナイパーっぽいのいたな、赤外線の、いたいた、あれは遠すぎんな。こいつがなんか厄介なことやりそうなんだよね。ちょっと待ってね。今回じゃあ、アミーゴに、チョリソーを呼び出して、チョって言ったけど、チョ待ってっていう感じで、これ実はなんかいろいろ敵を、
注意そらすとかやっていくとアビリティが解除されるみたいなので、なんかちょっと頑張っていきましょうか。ルソ、来い。チョリソー来て。入るよ。まあ、まずはスナイパー片付けるのが先決なんだろうな、多分。このキルは遠いよね。ちょっと待ってね。当たったとしてもなんだよ。チョリソー、お前、あんまり先行かないで。ここはいけるかな。怖えな。やった。よし。弾がそんなに下がらないんで。よし。じゃあ行きましょうか。お、ちょっと待ってよ。感知グレ投げて。一人発見。上から沈めていくか。目的地がちょっとわからんが。この建物にはいないから上に登っていくか、それとも、なんだこれ。金属。あ、戦車ある。戦車奪って、何を見たの今、待って。多分戦車があるんだろうな。おーおーおー、いますね、いますね。ヘリだ。あれの方がいいかな。エンジニアだ。エンジニアやっときたい。今んとこ倒したのスナイパーだけだからバレる要素はないと思うんだ。上から偵察しよう。ん？待って、近場に？あ、違うか。あれは。あの光も警報器っぽいんだけどね。まず上に行きまして。戦車。あ、これか、戦車。難しいなぁ。でもあいつ倒してもバレねえか。スナイパーを倒して下のエンジニアを倒せばうまいこといきそうだな。あとはどこにいるか。ああ、強いやつだ。これ倒す目標じゃないよね。あ、でもあいつはバレるか。こいつ倒す位置によっては。まあ、こっそりじゃあやってきますか。これ当たっかな。当たるな。やってみんね。よっ。アディオス。で、こいつはバレない位置の時にやりたいけど、あ、でもダメだな。もうちょっとこっち行ってもらえるとありがたいから、私が行くか。近場に行って、あいつ、あ、でもあいつ先にやった方がいいのかな。ちょっと待ってね。もうちょっと見ようね。うだ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 言ってますけど、私。あいつはバレねえだろ。さすがに。よっ。多分近場にいないと思うんだ。もうすげえ、もう偵察甘いんだけど、いつも。こいつ先やっちゃいてえな。うん、厄介といえば厄介だが。でも残りあれぐらいしかいないんじゃない？ 1、2、3。さあ降りていくかんじゃあ、あっち側いないんでしょ。これジップラインでちょっと降りて、よいしょ。しまったね。怖いのはエスパーダが仕掛けることなんだよ、勝手に。で、あの黄色い にバレないように、黄色いのこっからやっちまうか。多分音でバレないので、チュン、バレた。待ってね。アミーゴに指示。あ、仕留めるんだ。これで気をそらすのか。あれ、そらさない。ちょっと待ってね。頭出ると思う。チョリソン戻れ。ナイスナイスナイス。うまいことやってくれた。さあ、では盗めるもんはガッツ。まだいるか。敵の反応あったな、今。ちょっと待ってね。え？野生動物の声もした。これで増援はなしだ。増援はなしだ。待ってね、いるな。よっ。あっちにはバレてねえかな、でも。とりあえず入っていきます。あ、動物がいたんか。え？違うか、あれは死んでる？寝てる？あ、いたいたいた。危ねえ。ちょっと待ってね。
これ私バレるよね。当たるかな、こっから銃網越しに。あぶね。うそー。よし、やった。バレちゃったけど、まあいいでしょう。じゃあ警報器先に止めちゃおう。待て、警報器止める必要はないのかい。あ、なさそう。一応全員やったっていう扱いなんだ。うるさいね。調べられるもんを調べて、製造工程の改良。どうしようかな。マシンガンにしとくか。あら、ムービーになった。ここにいるのか、目標が。僕に近づくな。パソコン投げやがった。クソったれ。ひどい面。まさにクソったれの弟。なんだっけ名前。弟？追ってたのは弟なのか。こいつは誰だ。なんで言わなかった。アレハンドロ。よして帰るよ。あ、エスパーダの弟か。あれ。話せって。クソ。よせ。やめろ。兄弟喧嘩。ガッチャンガッチャンだなもう。何の液体？どこにも行くもんか。前にも言ったけど、もう一度言うぞ。僕はカスティルを信じてる。ビビロとホセを信じてる。あの人たちなら。小さなナポレオンは奴隷商人だよ。あいつはイカれてる。僕をさらおうとしてる奴がよく言うよ。名前を変えようと、身なりを変えようと、あんたはまだモンテロなの。パパは未だに待ち受けを持ち、あんたも5歳のままジャングルを駆け回ってる。人々を恐れさせる異名も持ってるんだろ。角？剣だ。そりゃすげえ。なんだよ、僕を誘うってのか。パパが病気なの知るか。パパはずっと前に僕を見放した。追っかけようぜ。家族って面倒でしょ。らしいな。ここで別れよう。パパには黙ってて。まあ、ダニーは孤児だからね。ちょっとその辺は、なんて言うんだろうね、こう分かりにくいというか。さあ、ではミッション完了だから、ここのヘリ奪って帰った方がいいのかな。せっかくだからね。上どうやったら行けんだろう。チーフ。さて、少々お待ちください。なんか敵が来そうな予感もするので、急いで上に行きたいんですが、上への行き方がわからねえな。オラ。大丈夫か。あった上。アレハンドロ、お礼を言ってなかったね。本当のこと言ってなくてごめん。いいさ、今はもう分かったから。軍の人間だって言ったら手伝ってもらえないと思ってさ。弟は裏切り者だから。裏切り者。でも家族だろ。そうね。時間ができたらまたキャンプに来てみて。了解。じゃあキャンプ戻ろうか。元気そうだな、ダニー。よ。エスパーダはいた。いたけど、特にねえな話。鼻歌歌ってるわ。マップ確認。時間ができたら戻ってきてっつってたもんね。もうちょっと経過しないとダメかな。じゃあどうせだったら、ちょっとこっちのフィリーの話進めてきますか。もしかしたらタイムラグがあるかもしれないんであれなんだけど、まあそんな感じでもねえか。じゃあちょっとフィリーに話しかけていきます。なんか車盗めとか言ってたんで、それだけやっとくか。ヒーローだぞ。よう、ヒーローだぜ。たんまりと荷を積んだ輸送車を盗むぞと。はい。恨みっこなしだろ。君を爆破しそうになったのも過去の話。今は未来に目を向けないと。未来といえば、君の行く先に軍事用トラックが見える。特殊弾とか特殊兵器とか特別感満載のやつだ。フィリーにとってはどれも必要。俺は先を見据えて考えるタイプでね。
モンテロの武器の火力を底上げするための計画があるんだ。そのためにもそのトラックがいる。オーカソマリーナで積み込み中のトラックを俺のとこまで持ってきてくれ。計画に欠かせないんだ。了解。積み荷が大事なんだよね、トラックっていうよりね。よし、頼んだぞ。了解。トラックを俺のところまで持ってきてくれ。ここまで持ってこないとダメなんか。随分また遠いとこだな。ここ普通にあれなの。まあとりあえず行ってみましょう。エアドロップ。あ、ちょっと待って、ここでパラシュート開いて。フィリー、マリーナに着いた。いいか、何があってもあの子をぶつけるなよ。はあ、トラックを傷つけるなってことだ。あ、そうなの。車の中に赤ちゃんのフィリーが乗ってると思え。赤ちゃんフィリーね。赤ちゃんフィリーね。わかった。赤ちゃんフィリーを泣かせるなよ。トラックを無事に持ってこい。了解。ちょっと銃しまって、よいしょ。OK。では、また仕留めていきますか。ゆるりゆるりと。トラックね。そうだね。将校か。いますね。いますね。敵の犬もいますね。あっちはやる必要ねえだろ。来んのかな、でもあっちも。気づかれるとね。犬だ。結構いるな。まあ、まだここならバレないと思うんだが、敵全部マーカーしてねえな。逃げられないぞ。逃げられないぞ。全部マーキングしたかと思いきや、奥にもなんかまだいそうだな。いたいたいた。いやー、こういうのはやっとかないとビークル壊されるんで、ロケティアーっていうの。じゃあまずはあいつを、あ、スナイパーライフルでもいいか。音でバレっかな。ゾスで、ロケッティア一人やっちまうか。すげえ夜見づら。ロケッティア、よし。この真ん中のやつはバレっかな、やると。距離的にね。まあでもバレねえか。ちょっとやってみっか。よっ、大丈夫そう。こっちはさすがにバレるな、2人いるから。先に奥の始末したいね。なんだ、変な音した。あ、侵入中か今。あいつやっときたいけど、あいつは今当たんのかな。こっちはまあ最悪バレても、あとワニがいるな。ワニがいて、外せねえな、こいつは。奥のは巡回してるけど、この辺、どの辺まで来るんだろうな。まあ、ロケッティア最悪やって、将校を倒しちまえば、あとドンパチやっていいんじゃねえかな。これは、この人やっちゃうと、犬がワンワン吠えちゃうから、なんか犬目光ってない？待って。なんかゴーグルつけてる、あの犬。ギンギンじゃないかい。犬ってあの目光んないよね。猫はまあ光るけどさ、位置が悪いねこれ。ちょっと位置変えるか。こっち先やっちまうか、やっぱり。ちょっと待ってね。降りて、よいしょ。さあ侵入していきましょう。あぶね、これバレるな。この柱に隠れてれば、トリマバレねえから。今位置が悪い、今位置が悪いでしょ。あぶね、今位置が悪い。こっちあんまよくねえかな。これ撃ったらバレそうなんだよね。あ、バレない、よし、いけ。でチョリソーに、チョリソー頼むぞ、気をそらしててくれ。
さあどうするチョリソーを見て。ナイスナイス。車輪で走れば速そうだ。そうだね。よいしょ。やべ、バレる。バレたな今。あっちに。ちょっと待ってね。すげえバレ方した。よいしょ。オッケー。で、あっちにバレてねえから。こっちやっちゃおうか。あ、動いちゃう。リロードを挟んで、あ、いけるな。よっ、よいしょ、OK。あとは犬の兵をやっちゃえば、とりあえず OK かな。犬はまあ敵なんだけど、大したあれじゃないはずだから。なんか情報もあるな、これ。先に情報取っちゃおうか。回収。ヤーラワニの狩り場。下手に走るとこれ、なんだっけ、ワイヤーのブービートラップがあるかもしれませんけど、気をつけて。さあ、この辺から、へっしょを狙っていきましょうか。どっかで足止めるでしょ、この人。歩いてるとこ狙ってもいいんだけど、できっかな。いける。外した？気づかれていない？当たらない。なぜ？まあバレてもいねえからいいんだけど。なんか邪魔してるかな、これ。葉っぱ？ちょっと待ってね。すげえ。めんどくさいな。犬は私の匂いに気づいていないのかしら。やりますか。よっ、やりました。あと犬。来るな。なんだ、何の爆発だ。さあもう行っちゃいましょうか、車で。なんか変な爆撃音がしたんで。よいしょ。チョリソー、後でついてきて。さあ、じゃあマップを確認しまして、まあ何もなかったら、とりあえず、なんだっけ、動画そこまでカットしますか。ちょっと道中長すぎるんで。これロータリーだよね。わおわおわお、赤ちゃんフィリーだと思えってたもんね。そうは言ってもな。フィリー、トラックを盗んだ。今から向かう。やったな。まっすぐ俺のところに来い。了解。尾行されるなよ。真夜中の猫のように静かに滑らかにセクシーにだ。ああ、どっちかというと犬派なんだ。犬派なんだね。チョリソーみたいに勢いよく来い。了解。じゃあ動画何事もなかったらカットしまーす。よいしょ。はーい、ということで、もうすぐ着きまーす。フィリーにお届けでーす。どこまで行けばいいんだろうね。奥まで行ってピックアップポイントまで運ばにはならんのかな。よいしょ。OK、ここか、ピックアップね。よし。届けました。いい物資が揃ってるよ。ヒーローのお帰りで。ラム酒で出迎えは。興奮してんな。いいさ。あ、下になんかあんのか。何してる。干渉剤。いいマジックだ。梱包材のために死にかけたのかよ。違う違う違う。ホワイトゴールド。激レアだ。ド派手に燃えるんだぜ。粉塵爆発みたいな。何でも使い道がある。君にもね。梱包材ぐらいだったらなんかうまいこと根回しすればもらえそうだけどね。大量に。そういうわけでもないんか。ミッション完了。さあ、これで革命ミッション新しいの出ると思います。出てますね。まあ、ちょっと近づいてみて、まあ、今回はとりあえず以上になるんですが、誰のが出てるかを見て終わりましょうか。あ、これはパパーだ。あー、集合しちゃうと始まりそうだな。はい、ではすいません、次回にしましょう。
今回以上にしたいと思います。次回あのね家族会議みたいなのやってるんでそこに行ってみたいと思いますんでよろしくお願いします。では皆様ご視聴ありがとうございました。またね。